こんにちは、カーピです。このチャンネルはクロスピースの最強決定戦1位を狙って3年間プレイしてます。ここまでは2位6位6位11位、そして前回が2位、次こそ取ります。応援のチャンネル登録よろしくお願いします。さて今回は新クロスカウト、これ引きたいと思います。がその前にクロスピ交換会待機ライブ放送やらせてもらったんですが、同時接続約3000人ご来場ありがとうございました。交換会は期間中に3名ずつ5回交換できるんですね。僕はランダムで川崎さん、2020同チームで鈴木誠也選手、2020交換で5名選手出させてもらいました。さあこれでどんな選手と交換されるか。第2回以降も豪華な選手出していきますね。ギータさんとか浅村さんとか他いろいろ予定しますんで楽しみにしていてください。さてシンクロスカートに行きましょう。合計30連ですね。やっていきたいと思います。このガチャがいいのは自チーム確定があるってことですね。さらには S 確率2倍のチャンスが2回あるといいじゃないですか。欲しい選手をおさらいしますと、 A ランクで一番欲しいのが堀江さんですね。はい、今堀江選手が突4で止まってるんですよね。これを早く極みにしてオーダーに入れたい。あとは松山選手、西川選手欲しいですね。この2人は称号がかなりえぐそうなんで A ランク特に欲しいですね。逆に微妙なのはピレラ選手ですかね。はい、今季で退団決まっちゃったんで、この後 S ランク来ない可能性が高いかなと。 S で欲しいのはやっぱり堀江さんですね。取れたら即この動画で限界突破しましょう。次に欲しいのは森下選手かな。森下選手も称号めちゃくちゃきついと思うんで、 S ランクも称号用に取っておいてもいいかなと思いますね。というわけでガチャっていきます。まずは1回目5連お願いします。はい、このガチャ最初来た時は罠にしか見えなかったんですけど、その後改良されて、おー、レインボー来た。マジか、ここで来る。いや嬉しいけど、ここは自チーム確定じゃないんだよな。いやできれば自チーム確定のとこで来たかったんですけど、まあでもこれはありがたい。さあここでも自チームの可能性はある。堀江選手お願いします。空振り分かってる。そして笑って、タイにこれあざます。調子くんにこれあざます。さあ誰が来たかな、来たか。うおー、楽天。マジか、また楽天。最近おかしいな。楽天がおかしいぞ。楽天がバグっている。めっちゃ楽天来る。どうなってんだ。オリッピーからワシッピーへ変更か。あとは、A ランク。スアレス選手。スアレス選手、まだ去就決まんないんですよね。いやー、残ってほしいな。日本で見たよな。いやー、最近楽天マジバグってんな。交換会も楽天が来そうな気がする。2回目行きましょう。お願いします。このガチャ、自分みたいに純正やってる立場だと、自チーム A が最低3枚4枚手に入るっていうことで、割とありかなと思いますよね。というわけで、お願いします。まあ、マジで、やった、自チーム確定。これは熱いぞ。さあ、11分の1で堀江選手だ。さあ、突破するのか。OK! 初めて見た。この演出初めて見た。幸子さん、わー、初めまして。幸子さん、カービと申します。よろしくお願いします。できれば今後もいっぱい来てほしい。さあ誰かな、誰かな、来たか、また2枚目。おー、森下選手、オッケー。これはナイス、これはナイスですわ。いや森下さん、これは称号4位かな。タイトルホルダー森下さんの称号4につけましょう。大事に置いておきます。あざます。いいっすね、今回。引きめっちゃいい。ラストは相澤選手。いや、ここが堀江さんなら言うことなかったですけどね。さすがにそれは贅沢か。3回目、15連目、お願いします。いや、それにしても、カープ、田中選手のチーム残留、ほんとよかったっすね。心のどっかで FA 確保したんですけど、報道見た瞬間にガッツポーズしました。来年のショートは、コウスケさんかな。もしくは、サードもやりながら小僧選手を使うのもありかもしれないですね。さあ、ラカ、さすがにね、さすがに今回ないか。いよいよ、さあ最後誰が来るかな。どうだ、山安さん。これは称号4位、いいですね。称号4位は当たりです。ありがとうございます。4回目20連目自チーム確定ですね。お願いします。はい、コウスケさんで気になるのが S ランクの能力ですね。去年はもう徹底的に能力下げられたんで、
今年はアップしてほしいですね。ミート型できるんじゃないかなと思って期待してるんですよね。ミートが上がって走力が下がって、それでちょうど同時狙えるくらいになるんじゃないかなと。さあ笑ってもいいよ。ないか。 A はどうだ。 A は最後だけ。堀さん、よっしゃ、今回運どうした、最高じゃないですか。堀江さん極みになりました。よっしゃ、これでオーダー入るぞ。いや、ここまでで勝ち確っすね。今日はいい日だな。5回目、25連目お願いします。はい、ここは自陣確定ではない。さあ、田中選手が残留してオーダー考えてるんですけど、来年のカープの打線かなり強力になるんじゃないですか。引き目抜きで来年のセリーグ打線だったら、カープ筆頭に巨人かヤクルトかみたいな感じじゃないかなと。いやー、来年ほんと楽しみだ。さあ、ここはまあ怖いよ。 S が出るなら最後自陣確定でお願いします。これは最後だかな。高梨選手、さあ6回目、30連目、今回のラストですね、お願いします。さあ、ここは自陣確定かつ最後が S 確率2倍、ここは超期待ですね。ここで S ランク、もう一回引いちゃいましょうか。さあどうだ。あー、さすがないか。いや、でも分かんないよ、まだ分からない。足燃える、燃えない。バットに当たる、当たらない。最後笑うか、どうだ。さすがにか。おー、でも A ランクナイス。床田選手 S 来るかな、怪しいな。カープの先発 S ランクはちょっと見ないですね。あとは最後も堀さん欲しいな。どうだ。相澤選手めっちゃ来る。相澤選手めっちゃ来るぞ。 B も来てるし。はい、というわけで今回めっちゃいい日でした。 U の森下選手が引けて5番目の堀江さん当たりました。いやー、いい日でしたね。カーピさんホクホクです。引いてよかった。はい、明日以降は称号動画とか、あとはベスト9タイトルホルダーのパリーグ版の動画とか出していきたいと思っています。そちらもぜひ楽しみにしていてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。3月の最強決定戦ガチで1位取りに行きますんで、ぜひチャンネル登録いただいて、観客席確保いただいて、戦いの様子見てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではまた。